こんにちは、シエルです。今日はバレンタインにおすすめのチョコレートを紹介したいと思います。先日、中西里奈ちゃんのチャンネルでバレンタインチョコレート1万円分買ってみたという動画を撮ったんですが、その模様がこちらです。バレンタインのチョコレートを買いに行こうということで、うん、さっきね、買いに行ってきました、うん。これがマカロン、フルーツチョコレート、パチパチするチョコレート、オレンジが入っているトリュフ。私の好きなチョコレート屋さんの中はこんな感じで一粒ずつ選んできました、うん、一人で食べられるのは結構限界があるから、そうだね、うん、二人いるんで、はい、ちょっと刻みながらちょっとずつ美味しいとこ取りで食べていきたいなと思います、はいはい、中西も気になる人にあげるの、はい、14日にあげようと思います。はい、あ、すごい可愛い。バレンタイン限定のやつ。そう、限定なの。でもなんかハートが入ってなくて、うんうん、でもハートが入ってる方は1000円高かったの、うんうん、でもなんかお姉さん的にはこれでいいんじゃないですかみたいになってそうですよね。いくら？2000円。2000円ってことは500円。私の気になる人にはちゃんとハート入れてるこれさ、あれ1個ずつのセレクトでしょ。そうだよ、こっちでセットの方が安いのよ。ちょっとごめんね、1回開けた。これすごくない？ゴム、ね、さっきからくれよくれよってこれ欲しい、これが欲しいんだ、これ欲しい。あ、すごい、2つ入り超贅沢。バレンタイン限定のハートのチョコと、はい、カライブっていう定番のチョコレート、うん、おいしい、おいしい。トリュフ、トリュフ、柔らか、柔らかいんだ。想像通りっちゃ想像通りかな。あー、もうちょっとお腹いっぱいだなはい、じゃあサフィルいただきます。これめっちゃ美味しい、うん、周りのチョコとさ、うん、中のガナッシュじゃない、うん、食感もあるし、私サフィル優勝したんだけど。サフィル優勝、うん、かまあ2粒とかでも箱に入れたら結構高級感があって、うんうん、アラサーだったらもうね、うん、量じゃないの。ラブフルーツ、ラブフルーツ、カタ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 、パイナップル、パイナップルかな、いい、うん、美味しい、美味しい。フルーツが甘くて、うん、めちゃくちゃ甘い。チョコがビターだからいいんだ、うん、フルーツが甘い、甘いよね。いや、これ優勝。これはね、500円。かわいい、かわいいですよね。でね、なんか中はなんだっけな、サクサクしたやつが入ってるからパイが入ってるみたい。あ、そうなんだ、パイシート。これもう500円ならちょっと気軽にあげる、食べる。細かいから上のコーティングがいただきます。わかった、順番を間違えた。まあ、こういうのもあっていいよねこれ1個いくらぐらい？280円ぐらいで全部同じ値段だった。じゃあ真ん中のパチパチ、はい、黄色いパウダーがパチパチするのかもしれない、うん、最後パチパチ、よき、はい、珍しいチョコレートのマカロン、ね、せーの、かなり美味しい、うん、オーガニックだよ。私はね、マカロンとパチパチチョコレートと、うん、やっぱり最初のハートのチョコレートが美味しい。あ、美味しかった、うん、こんな美味しいチョコレートが世の中にあるんだと思って、うん、今日びっくりした、うんうん、伊勢丹は、試食がほぼなくて、あ、そうだね、高島屋は、試食だらけで、うん、食べ比べしたいんだったらそういう試食あるところ行った方がいいかなと思ったけど、うん、私結構ね、なんか食べ過ぎちゃう。というわけで今年はね、いろんなブランドのチョコレートを食べたんですけど、その中でも美味しかったのはこちらです。ジャンポールエヴァのチョコレート、並んで買う価値ありです。もう本当に美味しい。一粒300円から500円ぐらいするので、やはり高級チョコレートなんですけど、今日表参道ヒルズに行ってチョコレートを買ってきたんですよ。でまたね、ジャンポールエヴァのお店が入ってたのでやっぱり買っちゃいました。自分用だからもうこのビニールの梱包にしちゃいました。今年初めて食べたこのサフィルっていうチョコレートがものすごく美味しくて、そう、これ食べたくてね、リピート買いしちゃいました。店員さんもおすすめする一番この人気のカライブっていうチョコレート、これはやっぱり毎回買っちゃう。はい、一つは自分で食べて、もう一つは、母にあげたいと思います。幸せだね。普段はなかなか自分のために高いチョコレート買おうなんて思わないけど、こういうバレンタインの時は贅沢に高級チョコっていうのはいいななんて思います。それで表参道ヒルズにもう一つチョコレートのブランドのお店があって、ヒューゴ&ビクトール、なんかケースが本みたいな感じで、ここにゴムバンドがあって、でこれね、いろんな柄の箱があって、で食べ終わった後にね、小物ケースにもなりますみたいな。私が選んだのはこんな感じです。こちらは2400円、かっこ税別ですね。一粒あたり400円ぐらいね、ちょっと高いね。ガナッシュアールグレイっていうのがすごいやっぱ美味しそうなので、これを食べます。
いただきます。アールグレイの香りがふわって広がってめちゃくちゃ美味しい。隣行こうか。ガナッシュベネズエラ。私の好きなビター感、うん、美味しい。美味しいけど、ありそうっちゃありそうかも。周りがちょっと固めのチョコで、中が柔らかい感じなんだけど、ここのブランドのチョコも美味しいね。うん。私の個人的におすすめのチョコレート、やはり、ジャンポール・エヴァンのチョコレートでした。ハートのチョコレートはバレンタイン限定なので、限定なのはね、今しか食べれないので、バレンタインの時期に、ぜひ。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。